はい、お伝えします。最大で震度5強の揺れを観測した熊本市中央区の上空です。見えているのは熊本城です。熊本城の天守閣を支える東側の石垣、ちょっと見づらくなっていますけれども、複数の場所で石垣が崩れています。散乱しています。そして天守閣の建物を見てみますと、屋根が壊れているのが見えます。この屋根の壊れているのも複数の箇所で屋根が壊れています。広い範囲にわたって屋根が壊れているのが見えます。熊本城にも大きな被害が出ています。熊本城の上空からお伝えしました。熊本城の上空からの映像をご覧いただきました。お伝えしていますように、熊本県では昨日から今日未明にかけて震度7や震度6強の地震が相次ぎ、その後も体に揺れを感じる余震とみられる地震が続いています。警察によりますと、この地震で熊本県内ではこれまでに9人の死亡が確認されたということです。繰り返します。熊本県では昨日から今日未明にかけて震度7や震度6強の地震が相次ぎ、その後も体に揺れを感じる余震とみられる地震が続いています。警察によりますと、この地震で熊本県内ではこれまでに9人の死亡が確認されたということです。熊本城、瓦も広い範囲で壊れている様子が見えます。熊本城の現在の様子です。